中日清水、超大幅昇給にたまげる。中日の清水達也投手が23日契約更改交渉に臨み、今季年俸720万円から2480万円増となる、年俸3200万円でサインした。金額は推定すごく上げてもらったので、素直に嬉しかったです。5年目の今季は中継ぎに転向し才能が開花。勝利の方程式の一角に定着し、主に7回を担った。自己最多の54試合に登板し、3勝3敗、32ホールド、プロ初セーブもマークするなど大ブレイクを果たした。54登板50点1回、3勝3敗32ホールド、防御率 3.04。 ようやっとる成績やん。中継ぎのホールド数は正義よ。普通にめちゃくちゃ昇給なってて草。いや伸びすぎじゃね。これ岡林3000万とか余裕であるじゃん。ここまでのアップ額ランキング、今年は暖冬。アップ額だけ見るとしょぼいな。ええ感じやな、ホワイトや。祖父江に厳しい割には、藤島に優しい気がする。基本的に1年でガツンと上げる感じやないから継続して成績残す選手に甘く、各年タイプに厳しい査定やからな。藤島は代理先発もロングリリーフもできるからかなり便利。最下位なのに景気ええな。若手に優しいホワイトチーム。それでも阿部が一番上がってるのくさ、まああれは楽天が上げすぎだと思うけど。土田は1500は上げてもええのにな、京田もいなくなったし、ネオもパンダ代として2000万上げてくれや。阿部俊樹33歳、3600万、6500万、約 225% 増。高橋宏斗も楽しみやな、3000万はいくやろ。